はい、ええー、八万です。たびたびすみません。こんばんは。えっ、ー、とまあ、このね、もう始まりから多分、ご想像いただけると思うんですけれども、前回、2万円のカードを買ったじゃないですか。で、あのー、まあ、すごいいいものだったんですよ。あのー、状態がもう本当に文句のつけどころのない、素晴らしい状態の。 カードだったので、まあ、ちょっとドン引きしてしまったんですけれどもその方がですねあのもう1品ってかもう2つぐらい売ってたのかなとりあえず、えー、と1つね3 8,000円であのカードを出品されていましたのであのミュウツーがあれだけのものが出てくるんだったらこの3万8,000円のものも買いじゃないかなと思ってでもお財布 お財布ちょっと厳しいっていう感じだったんで、まあ、買うまい、買うまい、ちょっと我慢我慢我慢ってなったんですけど、あの、眠れなくなっちゃって <laughs>。もう、あれを買わないと俺今日眠れないなっていう感じで、なんかもう、ポチっちゃっ言いました。お金ないのに。はい。というわけで、これもですね。 あの開けていいこうと思まますで、まあ、もうね、心配はないと思うんですよ。あのー、もうミュウ2でね、あれだけのものが出てきてね、同じ人がね、出品されてるものですからね。わーよいしょ、封筒が絶対動けちゃった。よいしょ。これ、なんか、これなんだこれ、ちやった。ガムテープの剥がれが、剥ぎれが悪いね。よいしょ。まだ同じ人がね、出品されてるものですから、もう、 そんな心配することはないんじゃないかなって思いたくなるところなんですけど、まあ、それでも今度は3万8000円なんでね、まあ、ちょっとだいぶまた出費がかさんじゃってるんで、まあやらいこっちゃと思いながらね、またこれも、まあ動画に撮っていこうかなと思ってる次第です。よいしょ。 まあ、あの、同じ人がやってるんで、また今回はあのマグネット、マグネットなんだろうね、マグネットスイーブかな、マグネットケースかな、なんだろうね。なんか、あのカードや、カードショップに行って、なんか、あこういう名称なんだっていうのは、あの、もう、あの、知ったんですけど、あの、忘れちゃいましたね。<laughs> マグネットなんちゃらです。はい。まあ、ケースでいいと思うけどね。はい、あの、マグネットケースに入ったカード。 ですね、さあ、状態どうなんだろうな。ミュウツーは完璧だったけどな。まあ、同じく完璧ってわけにはやっぱいかないのかな。どうなんだろうな、本当にな。うん。正直ね、ちょっと期待によっちゃってるんですよ。今回は。あの、前回はね、なんか言うてーなーみたいな感じだったんですけど、あ、ちなみにね、これね、 あの、備品だったらやっぱり7万円、なんか8万円ぐらいするカードです。備品だったら8万円ぐらいするカード。まあ、言うてね、まあ、その値段もね、あんまりね、当てにならないんだけどね、この、この、この当たり、当たりのカードなんてくとね。なんですけど、まあ、どうしよいしょ。まあまあ、それでも馬鹿にならないっていうかね。 感もうちらちらっとさっき見えたと思うんですけどはい「来航ゴールドスター」ですよいしょさあケース越しに状態を見てみますああ これセンタリングが、ちょっとだけだけど右に寄ってるかな。右上に寄ってるね、これ。あー、そうか。センタン興奮してセンタリングちゃんと見てなかったな。センタリングがちょっと右上に寄っちゃってます。うん。やっぱちょっとあれだったか。衝動買いに寄っちゃったか。 ちゃんと見てなかったな。いや、画像がアップされてたからね。ちゃんと写真で確認してれば、こんなミスは犯さなかったはず。うーん。ちょっとセンタリングが右上に寄っちゃってます。まあ、これ、だからこそ、3万8000で買えたっていうところもあるのかなっていうのはあるんでね。まあ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 、いいじゃないですか。まあ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 、いいじゃないかということで、はい。よいしょ。 出していきますでね見たけあでもね今んところケ,ーケース越しにすら傷らしい傷は全く見当たりますあそうでもないなケースにはなんかスーンと横に傷が入ってるけどこれはでもまあ見た感じケースの傷だと思うよスーンと横になんかこの辺にねあの傷が入ってるんですけどこれはケースの傷だと思いますじゃあ拝見 どうやって開けなっけなんかここでいいのかな適当にっこうやってマグネットと部分をこうやって入れれば開くのかなまあカードに傷がついたら大変だからねちょっと気をつけて開けないとよいしょっと早いタイトはい,い,い、はい、あ怖っえっとよいしょ横入れスリーブのはずだから前回はちょっと素手触っちゃったからね 気をつけて触らないと横入れスリーブ、はい、えー、っとじゃあ見てみますぞようんあああほろ傷ごくごくわずかに発見はしたけど いやでもまあ白掛け全くなし白掛け全くなしのえー、っとしょうん 備品や、えー、美品です。備品だけどセンタリングがちょっと右上に寄ってる備品です。あこれはねまあでも文句ないよ。うん、写真をねちゃんと見てあの何冷静に見てればね俺これはでもまあでも3万8000円でもこのレベルの備品だったら買いだわ。 センタリングが多少右上に寄ってるぐらいで、なんかそこまで評価落ちないと思う。あの、なんだろうね。まあ、うん。まあ、10は取れないだろうけどね。これだけずれてると。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。えー、っと、はい。3万8000円の来航ーゴールドスターの、えー、購入でした。 えー、も問題全くないですあの。文句はつけようがないです。しいて言うなら、写真でもっとセンタリングをちゃんと目ざとく確認していれば、あのー、あ、まあセンタリングはちょっとねっていうぐらいのあれではあったような感じですね。はい。うん。まあまあいいんじゃないでしょうか。まあ俺にはもったいね知る白んだよ。うん。 よし。はい。えー、というわけで、今回の、えー、開封も、まあ、大成功ということで、あのー、超備品を手に入れることができましたので、まあ、こちらをね、また、あの、大事に保管して、まあ、あの、いろいろしようと思います。じゃあ、えー、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。んなんか、もうちょっと話すことあるかな。いやね。 まあゴールドスターに関してはね私はこういうものがあるんだっていうのを知った段階でまああの何あのまあ希少度合いっていうかねそういう側面から見た時にこれねあの2005年なんですよ発売がでこの頃ってねポケモンカードかなり暗黒の時代だったらしい ってて言われてますあんまあ、私はよく知らないけどね。でまあこの頃のね、まあ、あのレアなカードっていうと本当にはんかニッチな人しか手に入れてないって言われてるくらいで、まあ、だからこそ、まあ、3万8,000円で売られてるわけなんですけどね。まあ、ねだってねあの一昔前だったらねなんか多分1万円とかでも買えたんじゃないのかな,なんかまあポケモンカードってあれですからね、まあ、今直近かなりバブルになって。 まあ値段が跳ね上がってて。まあそんな中で、まあちょっと隠れたレアリティの、まあカードということでね、まあこうやってゴールドスターに目をつけては見たんですけれども、まあどうかな。まあ今はね、まあ買い、買い時だと思うよ正直。買い時だとは思うけど、ただね、まあいろんな問題があるんですよ、この辺に関しては。あのー、<laughs> まあ一番はね、やっぱりね、レアすぎてね、枚数がね、だいぶね、って感じなんですよ。<laughs> そうなんかね、私、ちょっと思うところとしては、その、何やっぱ、あのー、何 ?PSA をか、まあ、ちょっともう、この話、やめとこうか。うーん まあ、要するに、あの、なんか状態オタクなんで、あの、レアすぎて、なんか状態を選べないカードに対しての、なんか、引っ込み具合っていうのがちょっとあったりするっていう話です。ほら、その点言うと、あの、キューラってすごいじゃないですか、枚数が。<laughs> 枚数が多くて、状態を選ぶことができるんですよ。キューラ、キューラの。 特にあの初段とかね。まあ、初版まで行くとね逆にまた少ないんだけどある程度数が発行されてるカードだったら状態を選ぶことができてで状態のいいものもう評価10がつくものに対しての何て言うかこうね愛着っていうかねなんかそういったものがねだいぶあのそこに行くまでの道のりがあの そんなに高くないっていうかね、感じなんですけど、レアすぎてね、状態を選べないと、状態のいいものにを探すのがすごく大変になってしまって、まあ、ちょっとなんかあの何、あの、何あの、あの、まあ、言っちゃうとあれですけど、あの、 完璧主義まではいかないかな。なんて言うんだろうな。もっと悪いことは言うと神経質。<laughs> そう。神経質の人間としてはね。あの、ちょっと引っかかってくるところがある感じではありますね。まあ、いろいろと難しいですね。やっぱりね。あの、レアなカードに関しては。まあ、あの、いい買い物は全然できたと思うので、まあ、これも大事にね、あの、保管していこうと思います。 でね、ちょっと思ったんだけどさ、今思いついたんだけど、これ来光じゃん炎帝とくん欲しくなるよね <laughs>。うん、沼や、これ。<laughs> あかんわ。沼やなもう、それだったら炎帝とかに絞っといてはよかったかな,なんか。あの、なんだ、参考の中じゃ多分炎帝が一番なのかなわかんないですけど。でもね、個人的に来、ね、光好きなんですよ。 あの、まあ、私は雷タイプがそもそも好きなんで、割と。あの、三タイプのあの、こんなに、あの、炎と水と雷の中だったら雷が好きなんで。なんでね、まあ、雷光で別に良かったんですけど、欲くもあり、またって話ではあって、なってくるのかなって気がします。そうなんだよな雷光を買ったってことは、まあ、まイ水君と園庭も欲しくなるよな どうしよっかなーこれとまた沼だ。はい。じゃあ、まあ、そんなところで終わります。えー、っと。はい。お金、頑張って働いてお金稼ぎます。はははは。はい、あの、何じゃこれもじゃあ話しとこうか。余談になるんですけど。あの、トレッカーで、あの、投資をしようっていう人たちが結構いるじゃないですか。なんか、 あの、何まあ、私、個人的な考えとしては、あの、コレクターなんでね、あの、私はコレクターだと思ってます。トレカ投資家ではないと思ってます。あの、好きなんで、<laughs> 好きで買ってます、この辺、全部。でね、なんだろうね、<laughs> なんだろう、トレカ投資しようって言われたらね、俺はね、うーん、 で言わないでおこうこれはね、言っちゃうとね、あれだからね。まあ、俺だったら、あれを買って、あれをああして、ああするだろうな、みたいなプランはあるんですけど、まあ、やるかどうかって言われると、微妙なとこですね。うんだって、ね、なんか、あの、何足元を救われたらどうすんのって思いませんなんか、どれか、 で、投資をして、失敗したってなんか、あのー、辛くないですか <laughs> 私はなんか辛い気がする。失敗した時に、なんか、精神的なダメージが多分計り知れないものがあると思う。なんとも言えないけど、あの、なんだろうね、あの、株とかだったら、あの、失敗したってなっても、なんか、 ああ、じゃあ次を、ま、なんか、次に生かそうとかさ、あるんだけどさ、トレカでね、投資してさ、失敗したらね、俺は立ち直れない気がするわ。もうリベンジとかないと思うわ、絶対。だからあんまそういうことは考えないようにしてます。はい。じゃなきゃね、あんなにね、ナッシー送らないよね。<laughs> はい。なんかすっげえ油断なだかなくなっちゃいました。すいません。じゃあ終わります。お疲れ様です。 えー、まだなんか話すことあるかなもういいな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 い。<laughs> 終わります。お疲れ様でーす。